ナマステ。このビデオはですね、今私の担当しているこのコース、の、この宿題ですね、第7週の宿題について、これだけだとちょっとよくわからないと思いますので、もう少し詳しく説明したいと思います。はい、まずですね、今ここに、ちょっと待ってね、はい。今ここに4つの、ページが開かれていると思いますね。最初はこの TTS-MP3 で、Google ドライブですね。そしてそれからこの、アイコン、リスニングのアイコンと、それからこの Google、ドキュメントです。で、ここではですね、すみません、DeepSeek さんのものを例えば例として、ちょっと使ってみたいと思います。はい、で、まずここですね、ここでスピーカー匠とスピーカー水木の2人の会話があります。で、これをダウンロードするといいわけですね。ちょっとダウンロードしてみましょうか。じゃあ、はい、はい、で、今ダウンロード完了しました。で、これで、ちょっとこちらの方に来てですね、はい、ダウンロードしたものをここで聞いてみたいと思います。こんにちは。今日は何について話しましょうか？こんにちは。うつ病などの心の病気に労災を使えるかについて知りたいです。はい、労災を申請することができますよ。それは良かったです。どうやって申請しますか？まず、医師から診断書をもらいましょう。それから、会社に申請書を提出します。わかりました。ありがとうございました。はい、まあ、こんな感じで、2人の人が話しているオーディオファイルがダウンロードできました。では、これをですね、こちらの、Google ドライブにアップロードしたいと思います。アップロードするためには、ですね、こちらのドライブの、New というところがありますね。 New で、ここに New フォルダーではなくて、ファイルアップロードというのがあります。ファイルアップロード、はい、これで、さっきのところですね、これかな、これですね、はい、MP3 だからこちらですね、はい、はい、音声オーディオなのでこちらです。はい、これをこうやってアップロードします。はい、今スタート、ワンアップロードコンプリートって書いてありますね。はい、アップロードコンプリートしたの、コンプリートしましたか？ちょっと待ってね。あ、ここにありましたね。これ今18時10分なので、ここにアップロードできたというわけですね。ちょっと一応聞いてみましょうね、これね。こんにちは。今日は何について話しましょうか？こんにちは。はい、うつ病などの。さっきと同じなので、これで大丈夫のはずです。はい、それでですね、これをシェアするときにですね、ここの3つの点からシェアします。はい、で、ここにシェアっていうのがありますね。はい、でね、これただのコピーリンクだと、自分は開くことができても、他の人は開くことができません。なので、必ず、ここの、もう一回いきますよ、ここの3つの点ね、3つの点からシェアに入って、もう1回このシェアに行ってください。はい、そうすると、誰とシェアするかっていうのが出てきます。で、このジェネラルアクセスでいいんですけど、リストリクティブではなくて、Anyone with the link を選んでください。はい、で、ここはビューワーのままでいいです。ビューワーの他にコメンターとかエディターとかありますけど、聞くだけの人、はビューワーだけでいいです。はい。はい。で、ここでそれでコピーリンクをするわけですね。はい、今コピーをリンクして、リンクコピードと出ました。はい。で、そう。で、その、まあ、いえいえ、はい。順番としてはこれでいいんですけど、で、じゃあね、一応ちょっとわかりやすく、もう一回わかりやすくしておきますと、はい、ここで本文がね、ここにありますよね。で、できればこれを読む前にリスニングをした方がいいと思うので、ここのカンバセーションモデルのところに入ったところで、ペーストすると、ペーストして、ここでエンターキーを押すと、これがもうリンクになります。
なのでここで、もうすぐに聞くことができるんですね。はい、でもこれだとちょっとやっぱり分かりにくいので、このアイコンがあるといいですよね。はい、このアイコンがあるといいので、これをちょっと画像をコピーしてから、はい、こちらに行って、はい、まあこれでかい、でかすぎますね。これちょっと大きいので、はい、これをまあそうですね、このぐらいでいいかな。まあこの辺はまあ皆さんのデザインのセンスによって決めればいいと思いますが、はい、でここにでもこれ今のはね、これを押しただけでは音が聞こえませんよね。なのでこれをもう一回ちょっとコピーしておいて、はい、ここを今このスピーカーをクリックしました。そして、ここからインサートですね、インサート、インサートからリンクっていうのがあります。コントロールキーと K のキー、これでもリンクを貼ることができますが、リンクを開いて、でここにさっきの、ペースト貼り付け、はい、でアプライをするわけですね。はい、でもこれがあったらこの上のものはなくてもいいので、ちょっとじゃあこれは消しておきましょう。はい、でこれでですね、これを開いたら、まあ、こういうふうにリンクが貼っていますので、こういうふうに、リスニングの教材を聞くことができるというわけですね。はい、ちょっと一応聞くだけ聞いてみましょう。こんにちは、今日は何について話しましょうか。はい、こんにちは、こんな感じでリスニングの教材ができているというわけですね。はい、それでは、私のこのビデオはここまでになります。失礼します。フィルミレンゲー。